子の巣ごもり日記。罰ゲームです。目をつぶって撮ります。おでこロック。これはおでこにこう眉毛がね上がったりするときに、おでこがいちいち動くとおでこにシワが寄るから、おでこをしっかり押さえて、そして目をパッチリ見開いて、下のまぶたを上に上げます。その時におでこが上がらないように、眉が上がらないように、少し慣れてきたら開ける時に目の眼球を前に出すほど見開いて、そして目を閉じるときに少し目を眼球を上に見開きます。まぶたを合わせます。はい、じゃあ今日はもう一つ、びっくりスマイル。これはとっても簡単。上の歯をしっかり見せて、こういう口、びっくりスマイル。上の歯と下の歯の間、指が入るくらい開けて、そして前の歯を見せて、このほっぺたを思いっきり上げます。はい、どう？じゃあ今日のヨガはもう最後にこのびっくりスマイルでお別れ。